野太君。自由民主党の野太俊介です。武田総務大臣への質問の機会をいただきましてありがとうございます。防災担当大臣としての武田大臣、ちょうど昨年のこの11月にも質問させていただきました。1年ぶりでございます。武田大臣には地方行政から郵政、情報通信、放送行政、統計、消防、行政管理など幅広い分野でのご活躍を期待申し上げます。大臣はですね、菅内閣発足後、閣議後の居残り回数が最も多い大臣だというふうに昨日報道されておりました。総理からの期待も大きいというふうに感じております。所信の中でも特に社会全体のデジタル化を大きく進めるんだという並々ならぬ思い入れを伺い、楽しく感じました。我々もそれをしっかり後押ししていきたいというふうに思います。さてまず、今回の米国の大統領選挙を経て選挙制度を運用されておられる立場から見て、今回の大統領選挙のやり方、問題点をどのようにお感じになっているのか、率直な思いを伺いたいと思います。緩和された郵便投票など、日本であれば考えられないようなやり方も多々見受けられました。飢餓の差はどのようにして生じたのか、この実態を見て、日本として何を学ぶべきか伺いたいというふうに思います。はい、武田大臣。まずは数々の励ましをありがとうございます。議員内閣制と大統領制、政治体制がもう根本的に違うわけですけれども、やはりアメリカならではの価値観というか、アメリカならではの、特質というか、ただただ驚くばかりなわけでありますけれども、この先どういうふうになっていくのかということを今ただただ興味深く見守っておる状況であります。郵便投票についてのご質問ありましたが、アメリカではそもそも州によっては郵便投票が原則のところ、一般的な投票所により、特別に許可されたものがその郵便投票を認められるというところ、いろいろあるんでしょうけれども、我が国でも過去において、昭和20年代、この郵便投票が採用された経緯があるように聞いております。しかしやはり数々不正が横行したりなんかして、一旦取りやめられたみたいなんですけれども、今は一定の、重度障害者の皆さん方に認められているというところであります。で、いずれにしましても、社会背景や歴史的経緯、そうした国々の実情に応じて、その国民がルール、選挙制度を決めるわけでありますけれども、日本は分かりやすく、公平公正な制度というものを維持するために今後とも努力していきたい、このように考えています。はい、武田君。米国ではですね、大統領選挙と機を一つにして新型コロナの拡大が大きくなっております。我が国でもコロナの影響を受けながら衆議院選挙の総選挙が1年以内に行われるということになります。その場合どんな点に留意して適正な選挙執行を行うのか、準備を伺いたいというふうに思います。総務省森事実行政局選挙部長。お答え申し上げます。コロナ禍においても選挙の管理執行におきまして、選挙人の安全安心に配慮しながら、その万全を期す必要があると考えているところでございます。総務省といたしましては、各選挙管理委員会に対し数字にわたって留意事項を示すとともに、これまで実施された選挙についての参考となる感染症対策の取り組み事例を取りまとめ、その周知を図ってきておりまして、具体的には投票所におけるマスクの着用や消毒液の設置、使い捨て鉛筆の活用、筆記具持参の呼びかけなどの感染症対策、あるいは期日前投票などの積極的な利用による選挙人の混雑回避対策と情報の提供などの助言をしてきているところでございます。引き続き新型コロナウイルス感染症の動向に注意し、今後執行される選挙において、選挙人の安全配慮に、安心に配慮しながら、滞りなく執行できるように努めてまいりたいと存じます。武田君。コロナ感染症拡大の中で、民主主義の適正な手続きをどのように確保するのか、大変重大な職責があると思いますので、よろしくお願いします。次に大阪都構想について、2度目の住民投票で大阪市民の判断で否決が決まったわけでございます。私自身は、どちらかというとですね、大阪府が大阪市を飲み込む大阪都というよりも、大阪市が大阪府から抜け、特別市となる方が、地方自治の観点からは筋が良いというふうに
感じておりました。欧州にもその例があり、私が勤務したイギリスでも、県の機能を市に統合した一層性の自治体であるユニタリー自治体が存在しております。第30次の地方制度調査会でも、この特別市構想の議論がなされ、その際、警察事務をどうするのか、税の徴収をどうするのかなどの課題が指摘されたと承知しております。仮に特別市の議論が進んだ場合には、県庁所在地をそもそも特別市から移転するかどうかといった議論も出てくるのではないかというふうに思われます。大阪都構想の議論を機に、改めて大都市制度の在り方について、政府の内部でも検討を期待する政令指定都市側の意見もあると承知しておりますが、総務省の考え方を伺いたいと思います。熊田副大臣。大都市制度の在り方につきましては、先ほどご指摘ありました、第30次地方制度調査会において議論され、すべての都道府県、市町村の事務を一元的に処理する特別市についても取り上げられたところでございます。都市においては、特別市の意義は認めた上で、周辺自治体に対する都道府県の行政サービス提供への影響の懸念等が指摘され、都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限り進め、実質的に特別市に近づけることを目指すとされたところでございます。政府といたしましては、同答申を踏まえ、県費負担教職員に関する事務等の指定都市への移譲と、それに合わせた税源移譲、指定都市と都道府県の事務処理を調整する指定都市・都道府県調整会議の設置、住民自治の拡充のための総合区制度の創設などの必要な見直しを行ってきたところでございます。大都市制度につきましては、これまでも累次の地方制度調査会などで検討が行われ、必要な制度の見直しを講じてきており、その在り方につきましては、それまでの経緯、検討経緯や制度の活用状況も踏まえつつ、慎重に検討すべき課題と考えております。以上です。委員長。武田君。先週、日本郵政が、オーストラリア物流会社のトールホールディングスが、オーストラリアで手掛ける宅配事業の売却方針を明らかにしました。5年前に6200億という巨額の買収をし、その後、4000億円の減損処理、さらに業績不振で宅配事業を売却、言ってみると、絵に描いたようなずさんな買収劇と言われても反論できないのではないかというふうに感じられます。会社の説明を伺いたいのと、63% もの議決権を有する大株主である政府として、この間の道行きをどのように捉えているのか伺いたいと思います。ただでさえ、さまざまな課題を抱えている日本郵政が、背負わなくても良い荷物を自ら背負ったことは、株式相場にもその影響が現れ、政府としても大きな損失を被っている、このように感じられますが、どのように立て直しを図るのか伺いたいと思います。諫山日本郵政株式会社常務執行役。お答え申し上げます。トール社は過去に積み重ねてまいりました M&A によりまして、バックオフィス等の重複が多く、コスト競争力に弱みがあったため、2015年に買収をしましたが、その後、マネジメント、経営陣の変更に加え、不採算事業の売却、あるいは人件費削減等の施策を実施してまいりました。しかしながら、オーストラリアで自社のネットワークを活用して、企業間物流などを提供しておりますエクスプレス事業につきましては、オーストラリア経済の減速や、厳しい競争環境などから赤字が続いております。加えて、新型コロナウイルスや、標的型サイバー攻撃の影響によりまして、最近では赤字幅が急拡大している状況でございます。トール社の、本年度第一四半期の営業損益でございますけれども、82億円の赤字でございますが、その中でエクスプレス事業は71億円の赤字となっているところでございます。このようにエクスプレス事業がトール社全体の業績不振の主要因となっていることから、この事業の売却の検討を開始することとしたものでございます。これによりまして、損益の改善を一歩前に進めるとともに、残るロジスティックス事業およびフォワーディング事業につきましても、引き続き事業の採算性の向上に努めつつ、さまざまな可能性を検討してまいりたいと考えております。よろしいですか。あと、それでは新谷副大臣。お答え申し上げます。
トール社につきましては、これまで日本郵便からオーストラリア経済の減速、サイバー攻撃事案対応、新型コロナウイルス対応などを要因として業績が悪化していること、これを挙げられております。それを踏まえ、同社の不採算部門、事業の整理やコスト削減施策の徹底、アジア顧客への営業強化などにより経営改善を図っていきたいと考えていると、そのように聞いたところでございます。総務省としましては、日本郵便の国際物流事業を良い方向に軌道修正できるようにしっかりと取り組んでいただきたいと、そのように考えております。その上で、日本郵政グループにおいては、郵便局ネットワークを通じたユニバーサルサービスの提供を確保しながら、企業価値の持続的な向上につながる取り組みを行い、健全な経営の確保に取り組んでいただきたいと、そのように考えております。はい、委員長。武田君。この問題は、郵便法の改正案にも若干絡まる議論に なるかと思いますので、しっかり説明責任を果たしていっていただきたいと思います。新型コロナ感染症で地域経済が疲弊し、平成令和3年度の地方税収見込みがですね、現時点で 3.6 兆円落ち込むという見込みが立っております。この結果、来年度の地方の財源不足が10兆円を超えるとも見込まれておりまして、新型コロナ対策のみならず、地方創生や減災防災対策で多額の歳出が求められる自治体に対して、お金を気にして対策をおろそかになる事態は何としても回避しなければならないと思います。そのために、自治体に抑制効果を及ぼす財政政策ではなくて、政府として自治体の背中を押す財政政策を行うべきと考えております。具体的にはですね、財源対策として臨時財源対策債の発行ということよりも、むしろ国税の総額を確保するために、国税の特例的な加算、場合によっては武田スペシャル国税特例加算というような名前をつけてもいいと思うんですが、そういうことは必要ではないかというふうに思われます。来年度の地方財政対策における総務大臣の取り組み姿勢を伺いたいと思います。私の地元ではコロナ対策で他の行政課題に金が回らなくなっているという、そういう声も出始めておりまして、こうした面への国としての目配りをぜひお願いしたいと思います。武田大臣。ご指摘のように、地方税収入は大幅にこれは減ってくるということが見込まれておる中で、やはり各地方自治体というのは、感染症対策、また地域経済、これの両立に、さまざまな面で財政を出動していかなくてはならない、大変厳しい状況が予想されるわけであります。また、併せて国土強靭化政策、災害に強い対策というものもしていかなくてはならない、そういう中でも、安定的な行政サービスというものも提供していかなくてはならないわけであって、われわれとしては、とにかく一般財源総額というものをしっかり確保しながら、地方交付税総額というものをしっかりと確保してまいることが一番の責務だろうかと思います。しっかりと対応してまいりたいと思います。委員長。武田君。人口急減地域に若者を呼び込む受け皿となる事業協同組合制度がこの6月から施行されて半年が経とうとしております。制度の運用は総務省の仕事になっております。我々も議員立法でこれを作り上げた自負があります。現状の取り組み、設立に向けた動きについて伺いたいと思います。コロナ後の世の中の在り方を考えた場合に、この制度がしっかりと活用され定着できれば、一極集中是正の手法として強力な武器となりうると考えております。ぜひ関係省庁と連携して普及に努めていただきたいと思いますが、現状の取り組み姿勢を伺いたいと思います。宮地大臣政務官。お答え申し上げます。武田委員も制度創設に関わられました。特定地域づくり事業協同組合制度は、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出のために極めて重要な仕組みでありまして、全国町村間と連携した町村長への直接の働きかけや実務を担う都道府県市町村に対しまして、現地に赴いての説明会を行うことなどを通じて制度の活用を促しているところであります。現段階一例目として、島根県海士町において年内の事業開始に向けた取り組みが進んでいるところでございまして、さまざまなその他具体的な動きが出ていると承知をしております。総務省としては、人口急減地域において本制度の活用と定着が進むよう、農林水産省など関係省庁ともしっかり連携して制度の普及を促進してまいりたいと考えております。武田君。ありがとうございました。質問終わります。